はい、追伸です。なんか今日は急にホステスさんの話とかしてびっくりした人もいると思うんだけど、私は仕事というのはね、泥棒とか詐欺とか、そういう仕事を除いてね、法律に触れてない仕事は何だって、みんな平等なんだと思ってるんだよね。で、みんな一生懸命仕事して、一生懸命、食べてるんだと思ってるの。だから何やってもいいよっていうふうに思ってます。それと、だからホステスさんになれって話してんじゃないよ。自分の才能っていうのをできないことをやろうっていうんじゃなくて、例えば英語の話もそうなんだけど、これは信じる人と信じない人いるかわかんないけど、人間って何回も生まれた時、今世はとても英語を喋らない人生の人っているんだよね。で、その喋らない人生の人って、喋らないから喋れないようになってるんだよね。と使わないものを一切受け付けないっていうのはすごい才能なんだよねって。だって使わないものを一生懸命勉強しちゃってたら人生でめちゃくちゃになっちゃうから、できないっていうのは才能なんだよね。だから子供が恵まれるっていうのも、これは神の恵みだけど、世の中には恵まれない人もいるんだよね、子供にね。で、それも恵みなんだよね。それと同じように、英語が私全然できないっていうのは、やる必要のないことができないんだから、それはそれって才能なんだよね。だから人によっては、すごく霊感が発達してて、あ、見てて、ああいう霊感がある人、私いいなと思うけど、自分にない人はないことが才能なの。いらないの。なんでかっていうと、世の中って才能のある人って、才能あってよかったねとか、英語喋れてすごいねとか、方程式できてすごいねって言ってほしくて一生懸命やってんだよ。だからできない人はただ言ってあげればそれでいいだけなんだよね。だから褒めで、ほ、すごいねって素直に褒められたらすごいそれって才能なんだよって。で、それだけでいい、立派に生きていけるんですかと、生きていけるんだよって。不思議なもんなんだけど、自分が英語ができない人って、英語ができる努力するより、英語できてすごいねって言ってると、なぜか英語をできる人よりいい生活ができちゃうの。ね。で、その才能のある人を妬んだ時に、貧しい生活になっていっちゃうだけなんだよ。だから自分にできないことをできる人がいたら、素直にすごいねって、この素直に褒めるってものすごい実は才能なんだよ。だから、神様はできる人とできない人を作って不公平にしてるんじゃないの。できない人はやる必要がないの。ズバリ言うけど、ひとりさん英語なんか全然できないし、やる気もないの。それから方程式もできなかったの。だけど別に困ってないの。だけど俺人が無駄だよとかってんじゃないんだよ。できる人すごいねとか、頑張ってるねとか、英語できてすごいねとか言うよ。ね。すごいね、方程式とかなんか、わけのわかんないの、いっぱいできてさ、それはそれですごいんだよね。で、それはすごいねっていうことで、すごいねって言えれば、それ才能なんだよっていうことなんだよね。だから、人間ってないもの、私はなんであの人たちできて私はできないんだろうじゃないんだよ。いらないの。で、見事にいらない生き方ってあるの。ね。すごいですね、とかっていうことで十分なの。不思議なもんだけどね。人間って何でもできるんじゃないよ。オリンピックだってああやってできたらいいなとか、フィギュアスケートだってあんなにできたらいいなとかって、本当にね、人間ってだってそんなにできないの。だけど、必要ないんだよ。あれはあれでできた人は朝から晩まで氷の上にいて、体って冷えちゃってるかわかんねえんだから、それだって一生懸命やってんだよね。俺たちはできないことを活かせばいいんだよ。だからできないことは、できないじゃなくて、必要のないことをできない。だからもう神様ってあなたの人生のことよくわかってるところあるの。だから神様あなたにとって必要ないからできない。で、必要ないことを鼻からもういやいや、やらないよってすごい才能なんだよっていうことがわかってくれればいいの。だから、できることだけが才能じゃないの。できないことも才能なんだよ。で、それを、できないことを活かせばいいの。で、できないことを活かすって何ですかって言ったら、できる人にすごいね。と、称賛の、この一言はできる人には絶対できないの。だって俺もできるもんつっちゃうから。
ね。だから、できない人はできる人にでき、すごいね、すごいねって言ったときに、その才能はなぜか生かされて、天からご褒美が山ほど来るんだよ。できないことを無理にできるようになろうっていうのは、少し神の道から外れてるよ。もっと自分を愛してください。以上です。